怪しいので、怪しいので喋らなかったら誰にも触れられないかなと思って頼みました。その発想インポスターの発想やぞ。インポスター来い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 来ない貨物うわっ、おいちょっとやばい、間違えた。貨物キッチンノースで押しちゃうとこあるな。あー怖い。うん、素晴らしい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。出ない方いいね。なんか、いいそうですね。結局最後、さっきはタスクどれくらい進んでたんだろうなってちょっと気になりますけど。最後の答え合わせが。多分、相対的に釣りには積極的になるんですよね。タスク勝ちのね。可能性を考えにくくなるので、うん、あのインポスターも焦ると思いますね、見えないから、うん、そうですよね、キルが上がるかも。確かに勉強になります。はい、もっと精進しろ。うん、はい、勉強にします。雑巾掛けしろ。はい、しょ、オッケー。シンプル、レタス美味しいよね。ここはやりません、後でやります。死なないタスクのね、順番でね、行きましょうね。コックピット行っても死にます。ここはね、インホールがね、死んでも大丈夫な立ち回りみたいな感じかな、どっちかというと。ここは向かって、この後武器庫やってもいいかな。なんでどうしてだよ。お見向かってないのかな、誰も。あとやさんが見つけるか。怪しく。はい。はい。二人も死んでる。はい。まずセンターさんの死体がメインホールとエンジンルのちょうど間でメインホール側ですね。で、通信妨害になる前にバイタルメーターを確認して全員生きてたので、2人ともこの通信妨害中にされてもいい場所してるな。メイン4いたんすよ、コミサボなる前。うん、多分そのうち私で、私がコミサボなって走っていった時にどこだったかな、あのね、多分先端さんがどっかの小部屋にタスク1回しに行って寄ってたんだよね。そこを最終目撃で、私はボタン押しに行った方がいいなと思って上に行ったんですけども。ゲンです、先に情報出しておきます、うん、シャワーを浴びているピカさんとサントスさんを見てます、うんうん、浴びてた浴びてた、ふふって声がしましたけど、はい、その後シャワー室でタオルやって終わっていますので、私目線なんですけど、私のシャワー室行ってタオル集めてタスクの途中で終わってるので、ゲン目線ですけども、サントスさんとヒカクロスさんがメインでどういう行動されたのかすごく気になっています、あと もう一つ情報出します。はい、藤宮さん貨物室に行くのを見てるので右側です、両方とも。あ、なので左にいる人は隠しろを受けます。なるほど。はい、ピカクロスは、まずコミュニケーションサボタージュが入った時にサントスさんとセンターさんが確か左方向に直しに行ってくれてるのを確認してて、うん、私そのままエレクトリカルに降りてるんですよ、うん、そうエレクトリカルで降りてエレクトリカル助けやろうとしたら、その時に東屋さんとすれ違ってるはず。東屋さんが、そうですね、うん、そうですそうです。多分ね、私、あ、でそれでさっきの私の話に戻るんですけど、私とセンターさん左行って、私はそのまま抜けで、センターさんは多分左から2番目の個室にゴミ室のあれかな、あれを多分1回やりに行ったんですよ、ね、で私は置いてった形で、宿舎前通路ミーティングはしご登ったところで最後終わってます。死なない立ち回りじゃない、死んでも大丈夫な立ち回りだ、ね、ました。マッシャカリエレクトリカルにいました。死んでもすぐ発見される立ち回り。いや、すいません、見てないですね、マシャカリさん。ガチごめんなさい、マジか。通路でしたっけ、センターさんの下って通路、メインホール左端です、通路です。あ、だから多分タスクやって寄って出て多分ドア開けしてるところをやられたみたいな感じですよ。死にづらい立ち回りの方がいいかな、うんうん、そうですね、死にづらい立ち回り、死んでも容疑者が絞れる立ち回り、うん、だと思いますよ、だって、うん、近いし、うん、一緒に動いてるのに近い見つからないのがね、一番もったいないからね、意味のある死をしないとね。ナイスファイト、マスコット。
皆さんどうですか最近。最近何ですか急に雑だな。最近どうよ。最近楽しいかい人生。生きてて楽しいか。生きててそうだな。即答できないな。楽しくないの。まあいや楽しいって何なんでしょうね。その領域に入った。はい、そう。なるほど。あ、はいはいはい、あと1出てないのどなたですか。そうですね、夏目先生とか夏目くんかな。どうだの初号機アーカイブだったっけ。初号機アーカイブ、はいはい、まあできます、殺せます、自分は怪しいです、はいはい、むしろまあ、うん、怪しいので怪しいので喋らなかったら誰にも触れられないかなと思って選びました。その発想インポスターの発想やと。私視点の推理だと多分弁当の方で、あの上の弁当じゃなく下の弁当の方を使ってるのかなと思います。理由はどこで切るの話ですか。あ、ごめん、センターさんの方の話ですね、はいはい。で、下の弁当の方に隠れててドアで突っかかってる時に出て殺したんじゃないかなってついつまがあります。なぜなら上の弁当の方だったらそっちの方で切る人が下にじゃ見つかりにくい場所だったはずだと思うので、下の弁当を使ったインポスターか、あとはまあそんな追ってないですけどピカさんがギリなんでドアが閉まってることを知ってるんですか。ギリあるかなと思ってます。大家さんに目撃されてるから厳しいと思ってます。あ、大家さんに目撃されてんだ、なるほど、うん、って言ってなかったよね。ピカさんがいたのは大家さん、それは保証情報ですね。そうですね、すれ違いはしたんですけどその前にキルは一応できるんじゃないかなと思ってますけど。ああ、なるほど、まっすぐ降りてるから、あ、まあいいや、うん。ちなみに藤宮さんってどこで湧いたか誰かわからないですか。あれ、藤宮さんは貨物室に行くところまでを見てるので右側のキルです。で、あの足湯さんが金庫にいらっしゃるっていうのでだいぶ、まあ、怪しい位置です。ああ、はいはいはい、見てないですね。あれ、診察室から上がってきたんですかね。アトさんはね、アドミン見ててメイン4って言ってる。あ、ごめんなさい、それ通信妨害前ですよね。通信妨害前ですね。通信妨害直したのは僕。ドアが閉まっている情報を知ってるのは犯人だから、ね。アルトさん隠しろでもいいと思いますね。いや、そうですね。藤宮さん容疑者に関しては現も入ってきますかね、一応。シャワー室に一人だったんで。うん、多いな。バイタル証拠って最後誰見てくれたんでしたっけ。バイタル東野です。あの、あ、今回の情報全部東野から出してる。あ、はいはいはい。マシャさんのとこだっけ。マシャさんのとこだっけ。僕エレクトリカルです。エレクトリカルか。そうで、僕が東野さんね。え、じゃあエレクトリカル最後3人いた。いや、東野最後メインホールでしたよ。た僕だけエレクトリカルいたの。あの、ピカクロス最後あの確認してバイタルを確認してる。あ、バイタルか。うん。アスファトー、アスファトー。趣味とかないんですか。ゲームですかね。ゲームが趣味、うん、休日は何をされてるんですか。休日はそうですね、映画見に行ったりしますね。映画、どんな、最近はどんな映画見に行かれました。最近だともう、はい、コナン見ってきました、ね、あ、本当ですか、黄色の、はい、はい、うん、まあ一応押しとこうかなと思ったんですけど、藤宮さんキルがだいぶ容疑者絞れるんじゃないかなって話聞いてたんですけど、どうすかね。あれ、藤宮さんは結局目撃情報1個もないんだっけ。いや、東野さんが貨物で、東野さんから貨物で行ったっていうだけですね、うん、でも東野さん上から下に行ったんで、下から上がっていった藤宮さんを貨物室らへんで見たってことでいいですか。いや、診察室のバイタル行くときにバイタルから、抜けて、貨物室方面に行く藤宮さんを見てバイタル確認っていう時系列ですね。そっかそっか、じゃあバイタルもしくは貨物でってことですね。足湯さんってあの覚え芸のとこ見ました。あの覚え芸の死体って結構近くまではしご渡らないと見れないから、そこ覚え芸は見てないです。僕そのまま、金庫に直行したんで、それで金庫で終わりなんで。上から金庫。上から金庫です。あ、うん、一応藤宮さんの容疑者としては、マシャカリさんと夏目先生と足湯さんとゲンさんで 4人ぐらい可能かなっていう。あ、マシャカリも入っちゃった、藤宮さん。センターさんなら入るかも。アーカイブだけど。から、そっか、弁当があるので一応入るかなって感じですかね。うん、ちょっと待って、ね。ごめん、あの、ゲンさんか足湯さんの二択なんちゃうかなと思ってたけど、そうでもなかったね。ごめん。
富士宮さんのなんか移動距離によるんですよね。うん、もしずっとされてたんだったら別ですけど、結局したいって明確化されてないから、うん、言いたくないけど、言いたくないけど、アルトさんだけ隠しろで、あとみんな結構容疑者一致。そうだね、やめろやめろ。そう、言いたくなかったけど、死んじゃう。やめろやめろ。すいません。俺は誰にも近づかんからな。あー、次死んでそう。やだな。血が追えるんやろ。難しいな。いや、僕は結構東屋さんじゃない、センターさんよりも富士宮さんの方が追えるんじゃないかなと思って、ね、はいはい、東屋さんでもだいぶ白いと思うんですけどね、なんか情報の出し方とか、うん、はい、東屋さんはね、はい、まあね、白い血でもいいんちゃうかなっていう、うん、まあ東屋さんの話は新前提で進めてますから、まあ、そうですね、そうそうそうまあじゃないと成り立ってないんで、この東屋陰謀論自体やばい、うん、確かにこの議論自体が成り立ってないです、うん、アルトさん生きてたらまた会いましょう。センターさんはお暇なとき何してるんですか？僕に暇なときなんてないです。いや、そうか、さすがにないか。いや、マジで映画見に行きたいんですよね。鬼滅の刃の、あ、鬼滅まだ見てないんですか？いい、マジで見に行きたい、ずっと見に行きたい。とコナンも見に行きたいし、ま、うん、あとエヴァンゲリオンも見に行きたいし、忙しいか。君の名もみたいな。あれで、君の、いつの話だ。どうでした？コナンは。コナンはね、まあちょっとネタバレなあれですけど、ちょっと言えませんけど。言えない。やっぱコナンは面白いっすよ。へえ。毎年やっぱ外れないですよ、コナンは。へえ、あ、そうなんだ。怪しい。めっちゃ怪しかったけど気づくかな。同じ人か。怪しいんじゃなくてお前もインポスターかい。猫耳陣営かこれ。アルトに気づいてる。いやー、夏目先生が前でやってます。いやー、本当にね、サントスさん、お見事ですね。鉄砲デッキのところで夏目先生がアルトさんを切ってます。サントスさん、お見事。夏目先生はそれはやったってことですか？うん、そう、夏目先生が あまり存在感を出してない夏目をこの表舞台に立たせる行為がマーサンドさんも。いや、これごめんなさい。じゃあ多分この2分1が決めれないなら相方ポジを考えた方が多分いいかなと思いますけど、どうですか？相方決めれる。決めれないじゃん。2分の1決めれる、私からとしても、うん、でも多分1キロにどっちも容疑者一致だから。一応東野から情報を出すと、アルトさんが死なないようにだいぶくっついてて、で、サントスさんが左行った時もだいぶ警戒してサントスさんに途中までついてたので、うん、てか、まあ東野にそこまで見られた上でキル してセルフするかなっていうのをちょっと思ったので、そう、3人で結構いいですか、いいですか、いいですか、いいですか。サントスさんとアルトさんと東野さんで、サントスさんが、アルトさんを殺した場合、トウヤさん、サントスさんの対決になるから、トウヤ、サントスさんだったら情報量からトウヤさんを知る前提で進めるしかないっていう話で、トウヤさんとは戦えない。そこに夏目が出てきた場合は、夏目は情報をそんなに落としてない、また落とせないかったから落としていなかったんだけど、チームさんが対決できるっていう、いや私、トウヤさんに聞いてほしいっていうか、私してるとそれだけ一緒にいたから、最後殺したとしたらトウヤさんもその場に駆けつけられて、2人から詰められる可能性あるんですよ、私インポスターの場合。西から怪しかったしね、トウヤさんが近くにいるのを見ている。ピカクロスさんとアシオさん、どうしますこれ。アシオさんでいいんじゃないの？藤宮さん切る容疑って、これ原産落ちてるんだから、アシオさん結構ひどい。俺もそれ思った。だからそっちの話の方がいいかなと思って。ごめん、自分投票しちゃってる。投票しちゃってるから、自分の方から合わせてほしい。じゃあ、アシオさんするんだったら、アシオさんするんだったら、他3人が全員共通して。するなんですね。僕にする、僕を釣るってことですか？壊れるんだ。
僕を釣るんですよ。当夜足湯さんに入れました。あ、そうか、藤宮さんの記録、今票を合わせようとして入れたんですけど、なぜ先に投票してしまうのです。早く投票することにメリットはない。なんか混沌としてまいりましたですね。頑張れインポスター。あるぞ、全然ありますよ。確認盤面は何が正解なんだろうな、インポスター。あぶねー、今6人では難しい。完璧な立ち回りをしました。昇降機を直してマシャカリが右行ってたから、それを読んでミーティングに行って自分でボタンを押しました。ナイス。左を直してボタンを押してます。ナイスです、ナイスです。アシュさんどこに入れました？右側っす。あ、いたいた。で、ヌン投票です。投票ですか？投票ですか？投票は僕夏目先生に入れました。ちなみに、ちなみに入れられなかった1票がサントスです。はい、あのちなみにサントスさんと夏目先生がどっちか切る確実で、でさっきの話からあ、ごめんなさい、ジュニアが、はい、で企画クラスさんとマシャカリさんがサントスさんに入れたってことですか？いや、私は僕はアシュさん入れた。私が自分はサントスさんです。もし仮にも、あ、危ない、ごめんなさい、喋らせてもらっていいですか？もし仮に私がインポスターだったとしたら、先ほどクルーが話があった通り、ゲンさんが死んでることから、あ、ごめんなさい、私がサントスアシュだった場合は、私はアシュさん、を釣りをするきっかけを一番初めに作っているので、普通あのクルーとしてアシュさん釣りに賛成しているっていう風を見てほしいかなと思って。サントス夏目よりも、それだったらちょっと、アシュさんの方がいいじゃない。あ、そうそう、何、サントス夏目の話よりも、あ、大丈夫、じゃあもうアシュさんを釣ろう。僕、そうそう、アシュさん、アシュさんに投票するんじゃなくて、アシュさん釣るんじゃなくて、アシュさんのさっきの原さんを死んだ時の位置とか聞いた方がいいじゃない。あ、そうしようか、そうしようか。そうですね、僕最終位置がメインホールやったんですけども、僕ほとんどサントスさんしか見かけてなくて、でそれで僕あの武器庫から多分サントスさんが下に行く時に僕が右側に行ってメインホールで終わったんですけども、ほとんど誰とも会ってない状態で、で最終だから抜き湯が可能じゃな、時間あったから、それだけちょっと注意してほしい。僕が何もやってないんで抜き湯できる時間が、で夏目先生こっちに来るんやったら、僕は夏目先生やっぱ入れた方がいいかなっていうふうに、はい、サントスさんが、サントスさんが相方位置を釣ろうって提案していて、無投票って一番怪しい行為してる。いや、藤宮殺しできるんが原産か足湯さんだから、で原産しないから足湯さんに釣ったんじゃない。いや、夏目先生が間に合わなかっただけって話をしてる。アッシュさん、夏目先生はアーカイブから行きますよ。サントス夏目は正直わかんないです。2キルあるんで注意してください。冷静だね、みんなね。ちょっとボタン押そう。続きますね。じゃあ続きますよ。1振りしかしてないから。1振りしかしてないですから。もう1勝負つかなかったんで。続くか。あ、もう続きますよ、これ。意外だったな。ちょっと恥ずかしいんでやめてくださいよ。必死なマスワージ。そうなんですね。夏目先生のちょっと殺せるっていうのをもうちょっと主張した方が良かったかなっていう。うん、終わってるのかわからないんで、うん、じゃあどうこう、ボタンないのか、夏目先生さん、まだまだ使ってますかね、まだまだ吹くよっていう、ゲイさんで切り死んでました。あ、そうです、そうですよね、そう、申し訳ないって死んじゃいました。ハルトさんとトウヤさんが疑い地に入っちゃうなと、あとちょっとしたと思って殺されちゃった。気分的にデッキのダウンロードあるとアップロード前セットでやりたくなるんですけど、やっぱあそこ連続で長居することになるの危ないですね。うーん、ああやっとんだ、デッキ下ですよね、死んでたの。あ、ですです、ほんと端っこです。追いかけろ追いかけろ、チャンス、あー諦めた、いや、いけ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 、そこでいるわ、あーあー気づかないか。お、マシャカリさんいいんじゃない？ナイス。クチ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 。コミサボコミサボコミサボ。早い。早なんの。よく見つけたな。おい。目の前
前でサントスさんが殺しました、うん、マシャカリを。同じ必要ですね。まあ CS さんが確定ってことで、あ、夏目先生いた、うん、これ説明するのちょっと難しいんで、うん、まあてこれ話したら喋らないんですけども、サントスさんが、夏目の相方位置から釣りましょうって話をしていて、うんうん、でその視点が一番早くにあるサントスさんが相方位置の足湯さんに投票してないのっておかしくて、あ、だからさっきも言ったように投票が間に合わなかったっていう主張ですよ。足湯さんに変わったけど時間が足らないっていうのは、うん、クルメイト視点で、夏目主張は通んないね。どっちか釣るか足湯さんに合わせるかっていうのが微妙だと、分かんない状況下だから、うん、だってあの場って結論として夏目先生に合わせるか足湯さんに合わせるかは、うん、私視点では、村の合意が最後の時間切りまで取れていたかは分からなかったので、票どっちにするかっていうので足湯さんにカーソルを合わせたけど、うん、間に合わなかったっていう状況です、うん、ていうかあの2人近黒さんと戸谷さんに言いたいのは、足湯さん釣りの一番初めのきっかけの相方位置を詰めて、やるのがいいんじゃないですかっていう提案したのは私なので、そこを拾ってほしいかなっていうのが私の主張ですね。ピカクロスさんどう思います？あと分かんない。あと、ね、いいですかいいですかいいですか、足湯さんのさ、うん、あ、ごめんなさいね。いいよ、足湯さんの投票先って多分自分じゃないですか、そうやって言ってましたね。まあ、でスキップ1票あったじゃないですか、うん、サントスさんって足湯さんに入れました？入れた。ああ、じゃあもうこれ、ああそうか、もう無駄か。ん？いや違うな、それは違うぞ。マシャカリさんが入れたって言ってましたね。サントスさんに、あの足湯さんに入れてるから。あ、ごめん待って、どのタイミングで。サントスさん無投票っていう話ですね。無投票って言ってた。あ、そう、無投票だ。だから足湯さんがインポスターっていうことでほぼ確定の状況下だから、足湯さんが入れたのは夏目先生だったねって感じじゃないですか。あ、うんうん。うん。まあ、どうや夏目先生に入れますが、うん。あ、入れるのか。え？どうやボタンないです。夏目もない。めっちゃいいピカクラさんのあれだったのに。あちゃー。4人番目はあるぞ、インポスター。ピカさん、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 ピカさん。そっか、トーヤさんには伝わらなかったか。ピカクロスさんのめっちゃいい指摘だったんだけどな。うん、そうですね。あれは難しいよな。むずいっすね。ピカクロスそっち行っちゃダメだよ。何しに行ってんの？サトさんいるから。逃げた。あ、逃げた。何しに行ってんの？逃げました、逃げました。どこですか？何しに行ってんの？お前。何しに行ってんの？お前。逃げてます。逃げてます。逃げてます。あ、トヤさんが。トヤさんが。まだ、キルクルギリギリ溜まってないか。あ、これは。メイン。折り返した。折り返した。折り返した。頑張ってトヤさんの元に行こうか。まあまあいい位置だな、これ。引っかかったな。ただ、トヤさんが戻って。そうですね、うん、発見。いやでも電気があったんで、もしかしたら分かってないっていう可能性も。さて、直しちゃうと逆に扉閉めるきつくなるから。ああ、負けた。殺してんだよな。ナイス勝利。やめて。ああ、サントス様方ね。いやこれはナイスだな。いやこれトヤさんきついな。これはインポスターナイス。やっちゃいますね。あ、お松目先生が来た。おいけ間に合うか。お。ああ。クソでしょ。あ、はい、いやでもまだワンチャンある。トウヤさんとだいぶ一緒に、メインルームだ。あ、メインか。トウヤさんとだいぶ一緒にいたかな。夏目先生どのようにメインと歌ってる。いやこれもすトウヤさんミーティング昇降機ロック入ってそうだけどな。うんうんうん。サントさんどこから、はどうぞ。シロアピアこのタイミングでレポートする必要がない、うん、以上。そうっすね、で、あの、もう喋んないんで。あとはお二人で。そうですね。私はどこだっけ？どこだっけどこだっけ？武器庫前に到達する経路を。武器庫前のそうですよね。コックピットで見て、コックピットの人数で二人動いてるのを確認して、その後通信室の位置を見たので。頑張るさんとさん。通信室の1の人と一緒に動いていれば残り2人がまだ生き残っている状況が分かっているので、一緒に停電を直し、
その後、メインと、シャワールームに行ったところまで走り切れば60秒経たずレポートが押せるので、一旦東野さんと一緒に、停電を直してそこまで走り切るのが一番クルーとして強いっていうふうに思ったので、コクピットから東野さんと並走し、最後そこまで迎えてるって感じです、うん、なんで私視点は、まあ、当たり前ですけど夏目さんのセリフだけども、そうですね、ここ多分今まで夏目さんとしては黒容疑が、重なっていたので、多分最後のこのセルフレポートをして白貯金をしに来るっていう筋で、レポートしたって感じかなと思ってます。その筋であれば、あの東野がずっと夏目先生を疑い続けている状況で、うん、あの足あっとピカクロスさんを切る考察しちゃダメだよここで、メリットがなさすぎるので、ずっと夏目先生疑ってたんですけど、ここに来てサントスさんに入れたくなってきてます。ここで切る考察ではなくて、かわいそうな情報がなかっただけですっていう感じかな、うん、まあなんか総合してほしいかな、これはかわいそうだな、まあ、最後はちょっとそうだけど、と総合してほしいサントスさんに入れます。いや、これで夏目先生のセリフだったな、もうキルクキルクールあと1秒でした、あと1秒でした。あぶねー、あぶねー、惜しいね。惜しいね。よく発見したな。更新も素晴らしかったですね。ありがとう。前日までは逆でしたから。ギリギリでしたね。そうですね。僕が生き残ったら逆に怪しいなって思ってました。いや、死ぬほど悔しいわこれ。あんまり。サントさんは誰を殺そうとかじゃなくて、もう2キルすれば勝ちなので、夏目先生もそうですけど、 あんまりキル対象関係ないですね。そう、もう夏目先生にレポートされた時点でほぼ負けですね、あれは、うん、実は、うんうん、運が悪かったですね、サントさん。めっちゃピカピカキルが当てたのか、まあ、ナイス発見でしたね。よく、うん、展望もそうだし、よく発見しましたね、夏目先生ね。展望は目の前でやって、相手夏目先生もね、時間経ってからレポートして、あ、最後1秒で本当に東野さんとくっついてたから、あ、もう負けたって言ってましたね、墓場は。いや、挑戦、ナイス発見。いや、悔しい。サントスさん目線めっちゃ悔しいっすよね。うん、悔しそう。あと1、2秒ぐらいだと思う。あとちょっとでしたね。めちゃくちゃ結果論だけど、死体で待ってたらよかったですね。めちゃくちゃ結果論だけど、ウルトラ結果論です、ね、ウルトラ結果論だけど。ああ、そうっすね、そこはね、あ、そうだね、門番するには微妙な位置、うん、微妙な位置だから、ね、マジでウルトラ結果論あのね、あ、確かに、でも門番の方正解か、悩んだんですよね。レポートでもされそうっすよね、あれやったら、うん、いや、やられたら、あの誰かが停電中に左走ってたの確認したんで、サントスさんが私インポストだと思ってたから、サントスさんに救助されるんちゃうかなと思って、レポート発見のために引き返してたんですけど、まさか自分が殺されるとは思わなかった。東野さんとすれ違いましたね、ピカクロスさんとサントス。あ、ピカクロスさんだったんだ、そう、開けてやから分かりにくかったやん。キルしてレポートが一番強かったか、その釣りに行った方が良かったかな。いや、難しいですね。いや、多分僕がサントスさんでも多分同じことしてます、うん、多分展望まで行ってると思う、勝ったと思って、うん、この盤面でサントスさんがピカさん切って、うん、まあ、ちょっと待ってレポートとかだったらまた変わったのか。絶対できない、そんなこと。絶対にキル狙うと思う、インポスターは。惜しかったですね、っていう裏っていう、いろいろありますよね。やろうと思えばね。いやいや、ナイスファイトでした。いや、ちょっと楽しかったです。ナイスです。